はいどうも、エクストレームです。さあ本日はですね、1月6日なんですけど、ここ数日、てかもうほぼ1日2日か。でね、一気に観光客とルチアの SR の値段が倍以上に爆上がりしているっていうことで動画を撮りました。で、なんでこんな急に1日2日で一気に値段が上がったのかっていう原因というか、理由を自分なりにっていうか、まあネットにもだいたい情報は出てるんですけど、そこを解説していきたいと思います。でまず一番に斎藤直樹さんのイラストっていうのがまず一番の理由で、この斎藤直樹さんっていうのは一番みんなに分かりやすいのがガンバリーリエをデザインした方で、今ガンバリーリエも一時期は3万からAリーグ落ちで1万まで落ちて、今約10万ぐらいまで値段が上がってるんですけど、この斎藤直樹さんが描いたイラストのポケカが爆上がりしている。で、今回の観光客とルチアもこの斎藤直樹さんが描いたポケモンカードっていうことで値段が一気に上がっているっていう状態ですね。で、もう一つはレギュ落ち。この観光客とルチアは両方とも B レギュなんですけど、今度のね、1月22日の金曜日に B レギュが使えなくなるっていうことで、それによって何が起こるかっていうと、もちろん使えなくなるカードをポケモンカードのね、会社自体は制作するわけがないので、ボックスがね、製造中止になります。そうすればもちろんみんなが店頭とかでパックが買えなくなるので、今店舗が在庫持ってる分で終了になってしまうので、これ以上ね、このルチアと観光客を入手する手段がなくなります。っていうことはもうコレクターとか、前ちらっと言ったけど、投資家が結構今ポケモンカードにもいるんで、今買っとかないと今後今のガンバリーリエのように爆上がりするんじゃないかっていうことで値段が。で、買い占めが発生してるっていう状態ですね。で、この買い占めで一気に倍ぐらいに値段がなってるんですけど、今後の予想としては、一旦はその収まって少しは値段が下がるとは思うんですけど、なんせ絶版になってしまうので、1万円、観光客は1万円ぐらいまでそのうち上がったり、ルチアも2万、3万って、1年後とか上がってるんじゃないかなとは思います。で、あとはボックスの方ですね。この観光客とルチアが収録されているボックスの未開封も多分プレネがついて値段が上がっていくと思うので、そちらの買い占めも発生すると思うので、今ね、まだこのルチアと観光客 SR 持ってない方は今のうちに店舗行ってね、パックを買っといた方がいいと思います。ノーマルはね、どちらも値段が上がるわけはないので、B レギュでスタン落ちしてしまうので、ノーマルに需要はないと思うので、ノーマルは一切上がらないと思います。そんな感じで短い動画でしたが、ポケカはね、遊戯王とかと同じで、1日2日でね、値段が1万円ぐらいポンと上がってしまうという現象が最近よく起こっているっていう動画でした。それではご視聴ありがとうございました。